学校って大変なこともあるけど、ちょっとしたマイナーチェンジで自信をもっと持てるようになるよ。人気者になるのって最高だよね。その秘訣を教えてあげるから見てね。君って元素周期表くらい素敵だね。おっと、本物のいい女だ。私の胸と全然違う。全然違うね。人気があって当然だよね。なんでしょって、デイビッドの気を引けないわ。この胸じゃ無理よ。生物学を応用するのよ。注目されたいなら、可愛い服を着てセクシーな赤いブラをしよう。さあ、どうやってブラをつけよう。前でホックを止めてぐるっと回します。ブラを何枚か重ねたら、ほーら、ボリュームが出た。さあ、これでいいのよ。実践で試してみなきゃ。デイビッド、クロエが大人っぽくなった。ヒールにはまだ慣れてないけど。僕、何、デイビッド、ジュース飲みに行かない？あら、ケビン、まあトライはしたよ。人気者になるためには友達がいっぱいいなきゃね。僕の友達はイヤホンの中だよ。またデイビッドがジャズで乗ってる。ジャズって僕のおじいちゃんが聴く音楽だよ。これでやっちゃう？僕がやるよ。チョキンと切っちゃおう。何するんだよ。見返してやる。発泡スチロールを用意しましょう。これを丸みのある形にします。そして白で塗って上に穴を開けましょう。乾いたら空のケースに入れます。そうそう、さっきのイヤホンを用意して切ったのを穴に入れましょう。これでワイヤレスになりました。いいガジェットを持ってるのは人気者だけじゃないよ。なんであいつがワイヤレスを。耳に入れて踊っちゃおう。なんかかっこいいな。僕たちもジャズを聴いてみる？そこまでやることないよ。パーティーに行くの初めてだわ。でも大丈夫。何しに来たんだよ。パーティーがあるって聞いて。ゴミ出しでもしといてよ。バイバイ。意地悪に髪にゴミがついちゃった。見てよ、ひどい。あ、そうだ、何年も同じ髪型だからカラフルにしてみよう。クレープペーパーを切りましょう。好きな色をチョイス。全部切れたら横に置いておいて、大きなボウルに水をいっぱい入れて切った紙を中に入れましょう。沈めてしっかり浸してね。水がピンクになってきましたよ。この水で髪を染めましょう。毛先を水につけて何分か浸します。しっかり濡れるように。毛先がピンクになったわ。すごい、最高。服
服も合わせなきゃね。自分じゃないみたい。それが目的なのよ。コンコン。クロエ、本当にクロエ、すごく綺麗になったね。さあ入ってよ。昨日のパーティー最高だったね。お菓子は禁止。これが見えないのかい。こっちに渡しなさい。規則だからね。おはようございます。授業楽しみにしてた。食べ物は持ってないよね。筆記用具だけです。君はいい生徒だね。生徒指導はお腹が空くよ。今日の授業はシェイクスピアです。シェイクスピアにはチョコが合うわね。え、何よ。これあげる。ありがとう、クロイ。どうやったの。ちょっと視点を変えるのよ。クレヨンの箱を使うんだ。好きなチョコを入れましょう。全部入ったら、クレヨンの絵がついた紙を入れてチョコの上に差し込みましょう。クレヨンに見えますよね。蓋はしっかり閉めてね。こういうことに頭を使わなきゃ。今日3本目よ。クロエ、気が散ってるよ。おっと、勉強勉強。今日は撮影の日。外見を完璧に整えないとね。エリーの撮影中？何見てるのよ。私のタトゥーが羨ましいの？ああ、でも僕もできるかも。エリーみたいに自信を持ちたいから。好きな模様を切り取ります。白い余白は少し残っても大丈夫。好きな香水を振りかけます。次は水を入れたボウルを用意して髪をそっと水面に乗せましょう。2分ぐらいそのまま置いておきます。タトゥーを入れる場所を決めて香水をつけましょう。絵を取り出して、絵を下にして肌に塗って、ゆっくり髪を剥がしてみて。本物みたいでしょ。次は僕。大丈夫、大したことないよ。よう。ママがびっくりしちゃうよ。でもモテるようになるよね。これ2時間前に載せたのに誰もいいねしてくれない。つまんない。うまそうだな、このバカ。新しいシャツなのに。ケチャップの落とし方知ってる？頑張って。いいねしてもらうにはどうすればいいの？デイビッドの私物？そうだ、彼氏ができたみたい。これでいいねがつくわ。舞台装置を整えて、ロマンティックなランチよ。どうかな？本物みたい。これでハートだらけになるわ。ただいま。信じられない、インスタがバズってる。すごい。僕もインスタ始めようかな。やっぱりやめとくよ。君も人気者になる方法を試したい？それとも頑張る価値なんてないかな？この動画を友達と共有して笑わせてあげてね。こっちは見た？チャンネル登録もよろしくね。